こんにちはみきみきです私についてはこちらをご覧ください本日はバープ資料マップ作成も可能無料の日本初 AI 検索エンジンヘロ AI が噛すぎるので徹底解説していきますみキみキウェブスクールチャンネル登録してねチャンネル登録後通知を全てにすると新作動画のお知らせが届きます皆さん何か知りたいとき Google 検索がデフォルトですよね この検索エンジンのシステムが今大きく変わろうとしています。それが AI 検索エンジンです。この AI 検索エンジンの中でも特に有名なのがパープレキシーであったりとかジェンスパーク、こういった AI ツールがあります。この AI 検索エンジンの特徴としては、ご自身が知りたい内容をプロンプトとして入力すれば、AI がいろんなサイトの中から必要な情報をピックアップして、まとめた情報で出してくれる。 というものなんですね。まあ、これがですね、今すごく便利で、検索エンジンの形を大きく変えていくと言われています。そこにですね、今新しく日本初の AI 検索エンジンとして、フェロ AI というものが今名乗り出ました。 AI ツールってもう今海外でもうどん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 開発されていてもう日本の AI ツールちょっと出遅れてるなという感じがしていたんですがその中でもこのフェロ AI 日本初というところがすごくポイントで私も押していきたいなと思ったんですがこのですねフェロ AI かなりすごいのがパワポのような資料作成はもちろんマップ作成もこの AI ツールの中で行うことができるんです さらに AI 検索エンジンもできるということなので、盛りだくさんな AI ツールなんですね。本日の目次こちらになります。この一本でフェローについてしっかりとマスターすることができますので、皆さん最後までぜひチェックしてみてください。それではまずはフェローと検索していきましょう。 こちら無料の AI 検索エンジン、フェロー AI サーチというのがありますので、こちらポチッと押してみましょう。結構シンプルで見やすい感じです。こちらはですね、ログインなしの状態でも使用することはできます。じゃちょっと一旦試してみましょうか。じゃあ TikTok で最新のトレンドというのがありますので、こちらを押してみると、あっという間にですね、トレンド2024というのをまとめてくれました。 ミュージック部門ではこんな感じとか。すごいですね。もう検索いらずです。しかも、すごく早かったですね。もう一個やってみましょうか。じゃあ、日本のフォトジェニックなスポットとしていきます。えめちゃくちゃ早いですね。ほんと、わずか3秒ぐらいでできました。すごい。東京、京都、広島、箱根。さらにその箱根の中で、ここがフォトジェニックだよというところをまとめてくれていますね。 このスピードすごく速くて驚きなんですが、まあ、どこから情報を持ってきたかっていうのは、ここで飛ばしてあげると、元のサイトっていうのを確認することができます。または関連画像で探すこともできますね。これは検索するより早いのではないでしょうか。しかもですね、これは無料で使うことができて、この AI 検索無制限で行うことができるんですね。で、一応ですね、このプロ機能というのもあります。 で、プロ検索することができます。これに登録すると、より高度なモデルを使用して検索だったりとか会話をすることができるんですが、無料版でも1日5回このプロ検索を行うことができます。この高度なモデルというのが、まあ、後ほどご紹介しますが、GPT-4O のモデルだったりとか、g l o d e 3.5、Sonet などのモデルを使用することができるということです。 今回ですね、性能をすべてご紹介していきたいなと思っていますので、登録をしていきます。左下に登録、ログインというのがありますので、こちらをしていきます。で、Google でサイン、または新規登録。こちらですね、メールアドレスで行うことができます。では、こちらで登録が完了しました。今回私ですね、プロプランに登録してみました。じゃあ、こちらでどんなことができるのかご紹介をしていきます。フェローの大きな特徴4つあります。 まず一つ目が、マインドマップを作ることができるというところと、プレゼン資料を作成することができるという点。この二つがですね、パープレキシーとジェンスパークと大きく異なる点です。では、キャンバの AI 最新機能について教えてと入れていきます。で、プロ機能をオンにして、こちらで GO していきます。そうすると今、問題を分解していますね。おアウトプットを出してくれましたね。 そうですね。無料版の時よりかは少し時間はかかっていますが、多分その分しっかりと分析をしているのかなと思います。はい。アウトプットとしては AI 画像生成、テキストとイメージだったり、AI 文章作成、あとはナレーションだったり、マジックスタジオ。そうですね。しっかりと内容をまとめてくれています。で、今回ですね、どのようにアウトプットを出したのかというところは、上の方を見ていくと、ウェブ検索。 そして20のソース、そして4言語というふうになります。4言語というところ結構ポイントなんですが、日本語だけではなく4つの言語の検索結果をもとにアウトプットを出してくれているというところなんですね。プロンプトに対して様々な言語で検索をして、その内容を日本語としてアウトプットを出してくれるんです。 この言語については、パープレキシーであったりとか、あとジェーンスパークも様々な言語を日本語としてアウトプットを出してくれるというのはもう行っていますので、やはりこれからの AI 検索エンジンというのは、日本語だけの情報だけではなく、様々な言語の情報をもとにアウトプットを出すというのがもうデフォルトになっていますね。 あとは関連の質問ということで、まあ、今質問を行いましたが、それに関連する、まあ、こんな質問気になりませんかといったものも出すことができまして、そこからですね、クリックすると、またそこについて内容をまとめてアウトプットを出してくれます。で、ここでちょっとお知らせです。今、みきみケブスクールの LINE お友達登録をしていただくと、限定勉強会にご招待しています。勉強会では毎回テーマを決めて、1時間皆さんと一緒にスキルアップしています。 例えばチャット g p t というテーマだったりとかキャンバーというテーマだったりいろんなテーマで行っています毎回限定500名なんですがありがたいことに毎回ご好評いただいてすぐに満席になっていますぜひですね次回は皆さんもご参加いただければと思います気になる方は概要欄コメント欄をチェックしてみてください また、勉強会だけではなく、ミキミケーブスクールの LINE お友達登録をしていただくと、厳選 GPT 図集や、ラリス類で使えるプロンプト集など、豪華プレゼントを配布中です。ぜひ、お友達登録してみてくださいね。で、ここまではですね、パープレッシーだったりとか、ジェンスパークと同じようなアウトプットではあるんですが、フェロの一番の特徴とも言ってもいいんですが、ここにマインドマップボタンがあるんです。このアウトプットの内容をもとに、 マインドマップ化してくれるんですね。マインドマップといえば、Mappify という AI ツールをご紹介していきましたが、これをですね、もうこのフェローの中で行います。じゃあ押してみます。そうすると、マインドマップのポップアップが立ち上がりまして、あっという間に Canva の AI 最新機能についてのマインドマップを作成することができました。 はい、見ていきましょう。AI 機能ということで、まあ、AI の中にはこんなことがあるよとか、マジックス Studio にはこんなものがあるよ。その他の機能についてといったように、うん、内容もバッチリですね。で、ここ、マインドマップはもちろんここを閉じることができますので、まあ、ここから枝分かれで表示をさせるということももちろんできます。こちらダウンロードを押すと、はい、画像としてダウンロードすることができます。あとはコピーなんかもできますね。 これすごいですね。アウトプットの内容をそのま,まもまマインドマップ化できるというところが結構新しくていいですね。複雑な情報とかのアウトプットをこのマインドマップ化することで一発で理解しやすくなりますね。ではまた元に戻りまして、新しいスレッドを出します。じゃあ次は SNS マーケティングの最新のトレンドワード入れていきます。そしてプロ機能で検索をしていきます。 こちら、問題を今も解決してくれていまして、Web 検索20個のソースで2つの言語からアウトプットを出してくれました。ショートビデオコンテンツの急成長であったり、インフルエンサーとのコラボレーション、ソーシャルコマースの拡大、AI の活用、リアルな日常をシェアする新しい SNS といったように最新のトレンドを抑えてアウトプットを出してくれました。 次はですね、このアウトプットをもとにプレゼンテーション資料を作成してもらおうと思います右上にプレゼンテーションを生成というボタンがありますのでこちらを押してみましょうそうするとテンプレートを選ぶことができますすべてのフィルターというふうにすると色で選べたりとかあとはビジネスとかミニマリストクリエイティブといったようにカテゴリーで探すこともできますねじゃあなんか SNS ちょっと青っぽいものでビジネスでしていきましょうか とすると結構絞ることができました。じゃあこのデザインにしていきます。そしてプレゼンテーションを生成をしていきましょう。おそうすると今構造化してくれてますね。2の1、2の2ということでお、目次をどんどん作成してくれて、おー、いいですね。もう生成してもらった内容を項目ごとに分けて、それをもとに今 PPT を生成中。 パーポデータとして作成してくれているんですね。お、結構早い。テンプレートをレンダリング中です。となっていますので、まだ生成始まって40秒ぐらいかな ?1 分経ってないぐらいだと思うんですが、もう今レンダリングに入っています。もうすぐ完成します。ということなんですが、うんすごいですね。今の目次の精度もかなり良かったです。お、もう出来上がりました。 えっと、15ページの内容で、はい、SNS マーケティングの最新トレンドで画像も作ってくれていますね。そして次はコンテンツも出してくれていますね。先ほどの1234という項目を出してくれて、まずショートビデオコンテンツの急成長ということで、ショートビデオコンテンツが人気な理由、ブランドの認知向上と商品プロモーションへの効果であったりとか、あとはインフルエンサーとのコラボレーション。 ソーシャルコマーサルの拡大結構この叩き台としてはかなりクオリティ高い気がしますねデザイン性もありますしおーおーページもいいですね結構いい感じで生成をしてくれています結構の想像よりもかなりクオリティが高かったですまあ、これはですね叩き台として生成してもらってこれをベースにパワポとかキャンバとかで編集をしていくという風になるとかなり時短になりそうです この目視の3つ目でこちら生成してもらった資料とキャンバーを使って、まあ、どんな感じで活用していくのかっていうのをご紹介していきます。じゃあこちらプレゼンテーションをダウンロードを押すと、はい、PPTX のデータとしてダウンロードすることができました。こちらパーポで開きました。互換性もいいですね。別に崩れも大きくありませんので結構編集も楽にできそうです。このアイコンなんかも いいですね。この画像なんかも合ってるし。うんうん。かなりいいですね。にロゴを入れ替えるということもできるので、AI 検索して、それをそのままマインドマップ、資料作成。まあ、こういうふうにですね、落とし込めるというのはビジネス名においてかなり使えるのではないでしょうか。そして次のポイントが、複数の AI モデルを使用できる点です。左下のアカウント名、クリックしてみます。こちらに AI モデルというのがありますが、 こちらで GPT-4O なのか、OpenAI O1 Preview。これ最新のモデルで、推論を得意とするモデルですね。こちらを使うことができたり、あとはスピード重視の OpenAI O1 Mini を使うことができたりとか、あとはクロード3 5ソネットも使用することができるので、好きなモデルを切り替えて使用することができるというのがポイントです。 でパワープレキシティは、この Open AI O1 ワンプレビューはまだ使用することができないので、こちらフェローは、いち早くこの O1 プレビュー e w 推論に特化したようなモデルも使用することができるというのが特徴です。次、特徴の4つ目がフォーカス機能です。こちら新しいスレッドを押すと、ウェブ検索というのがあります。検索結果の範囲を設定することができるんですね。例えば、インスタグラムの検索結果、カラーとか、こちらを押してみます。 そうすると SNS 検索で、まあ、SNS の中から情報を持ってきたりとか、あとは公開されている論文の中から検索するといったようなものだったりとか、あとは X に限定した検索を実施とか、これ結構ね SNS の中から取っていきたいということを結構あったりすると思うんですが、これ結構使えます。あとこちらチャットというのがあります。こちらを押すと指定した AI モデルを使用することができます。 今、クロード3.5ソネットを選んでいますが、クロード3.5ソネットをクロード上で使うように、もうこちらで、例えばこれについて教えてとか、まあ、これについてまとめてとかというふうに使用することができます。クロードとして使用したいときは、こちらのチャットを選択していきましょう。で、こちらのフェローのプロプランは月額2099円で使用することができます。 なんかちょっと半端な数字なんですが、こちらの2099円で、このプロサーチの機能を1日300回使用することができて、かつ、このクロード3.5ソネットだったりとか、チャット GPT の最新モデルの O1 プレビュー、あとは GPT-4O、O1 ミニ、このモデルも使用することができるので、結構ね、お得ですね。 今、本当に AI の進化、激しいですよね。1ヶ月の中で AI ツールのリリースというのが何個あるんだろうというぐらい目まぐるしいんですが、AI ツールの王者といえばチャット GPT ですよね。ミキミケーブスクールではゼロから始めるチャット GPT マスター講座をリリースしています。チャット GPT の使い方をゼロからしっかりとマスターしたい方、プロンプトの入れ方次第でアウトプットというのは大きく変わります。 このプロンプトの入れ方についても学びたい方。あとはアップデートも激しいので、アップデートをしっかりとキャッチアップしたいという方におすすめの講座になっています。講座内でわからないところは直接私にご質問いただけますので、この機会にチャット GPT を一から学んでみてはいかがでしょうか気になる方は概要欄、コメント欄をチェックしてみてください。今、家計索かなり、ね、市場が熱くなっています。 パープレクシーだったりとかジェンスパークありますが、まあこれとどのように違うのか比較をしていきたいと思います。こちらフェローとパープレクシーとジェンスパークを様々な観点から比較した表です。まずは多言語対応というところですが、フェローはいろんな言語から情報を取ってきてくれてそれをまとめてくれましたが、こちらはパープレキシーやジェンスパークも同様に様々な言語をソースに情報をまとめてくれます。またフォーカス機能です。 SNS カラーとか、論文ラーといったような機能は、フェローとパープレクシーはありますが、今のところジェンスパークにはない機能となっています。また、マインドマップ作成です。これ結構ビジネスをする上とか、あと検索結果ってやっぱり文字が多いので、これをマインドマップにしてくれるというのはとても見やすくていいなと思う機能なんですが、こちらはフェローだけの機能になっています。そしてスライドを自動生成してくれるという機能もフェローだけですね。 やっぱりマインドマップとスライドを生成してくれるというこの2点がフェローの大きな特徴となっており、パープレスチジェンスパークとの明確な違いになります。また AI エージェント機能です。こちらの機能はジェンスパークにはあり、 フェローとパワープレシティにはない機能なんですが、これはタスクを与えて、ジェンスパーク自身が実行してくれるといったような機能なんですが、これジェンスパークでもできるんですが、まだ現在のところ不完全かなという感じですね。でも、まあ、機能としてはあるので、まあ、これがジェンスパークの大きな魅力かなと思います。そして、モバイルアプリです。フェローとパワープレシティは、モバイルアプリありますので、スマホ上でも使用することができますが、ジェンスパークはまだ今のところありません。 で、AI モデルですね。こちらに関しては、フェローが一番多いです。GPT-4 だったりとか、先ほどご紹介した O1 モデルを使用することができますが、パープレキシティは今のところ、O1 は使えませんが、GPT-4O とか、クロードのモデルは使用することができます。でジェンスパックは独自の AI モデルを使用しています。 なので、フェローとパープレキシティは結構似ていますね。できることも似ていますし、結構日本で力を入れているというところも似ているんですが、ジェンスパークはやっぱちょっと違うなという感じですかね。で、まあ本社がフェローは日本というところで、パープレキシティはアメリカ、そしてジェンスパークはアメリカとシンガポールが共同でやっているという感じです。 って大きく見るとフェロー、パワープレキシー、ジェンスパーク、いい線で戦ってるなという感じなんですが、日本人の私たちとしては、日本の AI モデル頑張ってほしいなという思いがありますよね。では、フェローとパワープレキシー、並べて比較をしていきます。はい、プロンプトは徳川家康の行ったことについてまとめてとしていきます。どちらもプロプランで検索をしていきます。お、今、分析をしていまして、 をアウトプットを出してくれていますね。フェローとパープレキシー、スピードは同じぐらいですね。ほうほうほほ、いいですね。もうパープレキシーが終わって、フェローも終わりました。じゃあちょっとアウトプットを見ていきましょう。フェローの場合は1言語、まあ、日本語でのアウトプットで21のソースからまとめてくれました。はい、回答完了ってところを見ると、まあ、どんな感じで行ったのかというのを仮定を見ることができますね。 で、おいたちと戦国時代というところだったりとか、勢力拡大と豊臣政権下での活動、天下統一と江戸幕府の設立。これも年代別になっていて分かりやすいですね。そして主な政策と功績、江戸の開発と整備をしたりとか、大名統制、経済政策、あとは社会制度の確立だったり、外交政策だったり、 イギアスの人物像と統治手法ということで、結構わかりやすくまとめてくれましたね。さらに関連の内容なんかも5つぐらい出してくれて、結構ね、いい感じにまとめてくれています。で、パープレキシティは、徳川イギアスの幼少期と独立ですね。人知事生活をしていたりとか、あと桶狭間の戦いがあったり。あとは、織田信長と同盟を組んで、えー、豊臣政権下での活動。 で、江戸幕府の設立。晩年と制作。うーん、ちょっとアウトプット見ると、フェローの方が見やすくてわかりやすいですね。ちょっとパープアエキシティはこのプロンプトに関してはかなり簡潔にまとめられているので、このプロンプトに関しては、うん、フェローの方がすごく丁寧でわかりやすかったですし、知りたい内容が、うん、よくわかりましたね。結構ね、アウトプットに関しては、 フェロ、いいですね。ちょっと日本の内容だったからフェロが強かったっていうのもあるかもしれないんですが、いいですね。もう一個見ていきましょう。次はアメリカの内容にしていきます。アメリカの大統領選の仕組みと現状について分かりやすく教えてと入れていきます。この内容でフェロの方が分かりやすかったら、ね、結構自信を持ってお伝えすることができますが、どうでしょう。どちらも今アウトプットを出してくれています。 スピード的にはもう本当に同じくらいですね。うん、どっちも書き終わりました。では、フェローを見ていきましょう。アメリカ大統領選は複雑な過程を経て行われる重要な政治イベントです。2024年の大統領選挙に向けてその仕組みと現状について解説します。ということで、まず1、予備選挙と党員集会が行われます。それを経て大議員の割り当てが行われて全国党大会。 そしてその後に本選挙なんですね。2024年の11月5日に行われるようです。なるほど。この順番で行われるのか。で、現状です。今、主要候補。共和党はトランプさん。民主党はハリスさん。この二人なんだというところが分かり、今、激戦が予想されています。重要な焦点だったりとか、激戦州の重要性。選挙戦の終盤。知りたい内容をかなり分かりやすくまとめてくれています。 で、こちらについては40のソースを3つの言語からまとめてくれています。で、次はパープレキシーですね。パープレキシーに関しては、どのソースからまとめたのかというのは、まあ、5件をもっと見るというのがあるから、6件かな党内の予備選挙と党員集会が行われて、本選挙ということで、結構ね、簡潔にまとめられていますね。これ、フェロの方が見やすいですね。結構こっち2つにまとめてくれているんですが、 少し見にくいですね。現状としては主要候補は民主党はハリスさんで共和党はトランプさんと同じ内容ではあるんですが、表示の仕方がフェローの方が見やすい。 しかもね、フェローは多分、行間も空いてるんですよね。ちょっと細かい話なんですが。なので、文字と文字がこう、離れてるので見やすいんですが、パープレキシーは、これちょっと表示の問題じゃないよな。少し、なんか詰まった印象で、見にくいなという印象ですね。まとめとかもなかったりするので、うん。このアウトプットに関しても、フェローの方が断然見やすいです。えー、フェローすごい。こうやって比較すると、全然違うなというのがわかりますね。 では最後3つ目です。フェローで出した資料をキャンバーで編集してデザイン性を加えていきたいと思います。では先ほど作成した SNS マーケティングの最新トレンド。こちらの資料をキャンバーにアップロードしていきます。このフェローの資料先ほどもお見せしましたが、このままだとちょっと使用しにくいですよね。まだ精度がそこまで高くないので、こちらをキャンバーを使って編集を行っていきます。じゃあキャンバー開いていきましょう。 で、キャンバー使ってみたいよという方は、リンク貼っときますので、そちらから登録してみてください。で、アップロードをしまして、先ほどダウンロードした PPTX のデータをアップロードしていきます。で、パワポで編集してもいいんですが、デザインを編集したいときは、キャンバーの方が素材も多くありますし、あとはノンデザイナーでも簡単にデザイン編集を行っていくことができます。 今、パーポからキャンバーに乗り換えていくという人も多いので、もう今後ですね、キャンバーの使い方はマストで覚えておくと使えます。じゃあですね、アップロードしていきましょう。PPTX のデータをアップロードすることができました。で、アップロードしたデータ、プロジェクトからも確認をすることができます。パーポのデータもアップロードできるというのがすごいですよね。こちらクリックしていきます。 そしてポチッと押してあげるとデザイン編集画面に入ります。パワポのデータもキャンバー上で簡単に編集を行っていくことができます。画像をまず差し替えていきましょう。はい、画像を差し替えたいときは素材をしていきます。SNS マーケティングとしていきます。で写真というふうにしますと写真がたくさん出てきます。 で、何も書いていないのは無料版で使えるもので、オーカーマークがついているのは c a ンバ a Pro で使えるものになっています。c a ンバ a Pro は通常月額1,180円で使用することができますが、概要欄、コメントのリンクから飛んでいただくと30日間無料試しすることができますので、気になる方は使ってみてください。じゃあ、こちらの写真がいいなと思ったら、ドラッグするだけです。これで簡単に画像を差し替えることができました。 またですね、フォントも今ベーシックなフォントなんですが、ちょっとパンチが弱い気がしますので、文字を選択して、フォントを選択すると、キャンバーにはもう多くのフォントが用意されていますので、ここからフォントを選んでいきましょう。じゃあ、こちら UD デジタル教科書体にしていきましょう。これはですね、教科書とかにも使われているような見やすいフォントになっていますが、こちらのボールドにしていきます。はい、そうすると、 今、フォントが切り替わりまして、下にですね、すべて変更というのがありますので、今、この A 字フォントで使われていたものをすべて変更というふうにすると、資料中の,この、ね、同じフォントだったものを全部、この教科書体に変更することができました。これ便利ですよね。ちょっと太字なんかは調整が必要だったりするんですが、文字なんかのフォントを一括で差し替えることができました。じゃあ、色なんかも同様に変更が可能です。 これ青なんですが、これをちょっと目立つオレンジにしようとします。で、すべて変更。こちらポチッと押してあげると、青だった部分をオレンジに差し替えていくことができます。はい。こんな感じで変更ができました。で、ダウンロードするときは、共有からダウンロード、そして PDF、または Canva で編集したものを PPTX としてダウンロードすることもできます。こちらでダウンロードすれば、 フェローで作成したデザインをキャンバー上でさらにデザインプラスしていくことができます。もっとキャンバーの使い方知りたいよという方はキャンバーの使い方動画も出していますのでぜひ見てみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか本日は日本初の検索 AI エンジンフェローについてご紹介をしていきました。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミケーブスクールに入学をしていただき一緒にスキルアップをしていきましょう。 また次の動画でお会いしましょう動画を最後までご覧いただきありがとうございますめきむきウェブスクールの LINE お友達登録で今豪華5大特典をプレゼント中です Instagram 完全保存版おすすめバズワード集やチャット GPT 本当に役立つ厳選 GPT 図10選完全攻略ダリスリーおすすめのプロンプト集そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF や キャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中です。ぜひチェックしてみてくださいね。